皆さんこんにちは、新垣りさです。やっほー。そして安武です。やっほー。はい、はい、ということで今日はですね、どこに行くの、ドキドキワクワクハズラがいっぱい、急に遊ぶに行ってみたい、連れてってみたいデートありがとうございます。長いのよタイトルコールが長いです。はい、何ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありが、変に言った。先日ね、東京ディズニーシーに安武さんが急にね、りさちゃん明日ディズニーシー行こっかって言ってくれたじゃないですか。あれがね、とにかく嬉しかったのって言ってくれてたね。そう、うんうん、その気持ちがずっと幸せハッピーみたいな感じだったの、うん、だから、うん、この気持ちをもう一度、うん、みたいな感じで、うん、次は私がね、たけさんをこの同じ気持ちにしたいという願いがね、ちょっと熱量がすごい私の中に芽生えたわけですよ。ね、言ってくれて、だからそれをお返ししてくれるっていうことでしょ。まさに向かっておりますね。そうなんですよね、はい、まだ言ってないんです。そうそう、目的地を、ね、運転は私ができないもんだからごめんなさいね。それ全然全然なんだけど、ちょっとナビを入れさせてもらって、うん、はい、ただまだどこに行くか分かんない。全然分かんない。そういうことの、うん、あのタイトル、はい、あ、最初のね。そう、ドキドキワクワク、ちょ、長いね、はてながいっぱいいらないだろ、そこまでしか私も覚えてないですっていう感じなので、今日はそんなデートの様子をご覧いただければなと思いますので、はい、よかったら最後までご覧ください。スタート。本当にやっぱりもうワクワクしますね。あと僕の場合はやっぱりりさちゃんに教えてもらってるじゃん、このワクワク感を。すごい嬉しかったから、誕生日の時とか。ああね、喜んでくれて嬉しかった。私もいろいろやってくれてるからさ、だからその嬉しさがあるから、それも蘇ってきてなんか余計ワクワクしてる今。楽しみだね。何なんだろうと思って、ね、うん、楽しみですわ。はい、マジで全然予想つかない、何なのか。何日か前からか私は考えてた。そういえば、うん、あのお礼というかで思い出しましたけど、うん、新垣さんのおかげで、はい、私上田と女が吠える夜デビューさせていただきました。ありがとうございますテレビに出演させていただきました。いや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 、あれも完全に出演と言って過言ではない。出演ですよ、あれは、はい、顔完全に出てましたちょうど昨日だよね。そうだね、りさちゃんが上田と女が吠える夜、うん、出させていただいてたじゃん。はい、でなんか私の話をしていただき、はい、ちょっと盛り上がっておられましたね。いやめっちゃ盛り上がってくれてたよ。ありがとうございます。その内容でさ、僕との会話を使ってるから、僕が喋ってる部分を写真をね、そうそうそう、ポンって載せてくれて、だからもう完全に出演っていうことなんですけれど、僕の中では、うん、もうだプロフィール欄に上田と女が吠える夜出演って書いていいっていうことなんですけど、うん、そういうことなんですか嬉しかったけども、内容がさ、日が出ててあったかいねってりさちゃんがさ何気ないことを口にしたら、私がいや日が出てくるからあったかいに決まってんだろみたいなことついつい言ってしまうという、うん、っていう内容の話なんですけれども、上田さんがめちゃくちゃ共感してくださってたじゃん、うん、突っ込む癖がついているから、うん、そこにも感情がなかったりするよってこと。うん、そうだね。まあでもあれですね、そこに出てるね、うん、女性のレギュラー陣の方がいらっしゃるじゃないですか、うん、全員普通の会話できないじゃんとおっしゃってそうね、それを見た時にやっぱりそれが通常の考え方なんだと思って、くれぐれも今後は気をつけていこうかなと思って思った次第でございます。でもさ、それをさ、もう笑って喋ってる時点でさ、お互い実際はそんな別になんか思ってるわけじゃないじゃん。そうそうそう、だから心配する人もいるんだよねああやって私がテレビに出てなんでご主人のことを言うんですかみたいな、せっかく仲いいのにもったいないですみたいな、そんな言わないでみたいな、そうそうそうとかね。嬉しいですわ僕は、その俺の話してもらえるのとか、うん、めちゃくちゃ何でも言ってほしいもん普通だったら、うん、まあ、確かにちょっと言われちゃったら恥ずかしいとかやっぱあるかもしれないけど、安武さんが昨日本当にオンエア見てくれてたんだけど、うんうん、すごいニコニコ私が喋るたびにいいんだよ、いくらでも俺のことを言ってみたいな感じで、嬉しいみたいな感じで言ってくれてるから、ありがたいそれはそれで珍しいけど言わないで言うとか言ってもおかしくないのにさ、嬉しいみたいな感じだったじゃん。嬉しいよ、しかもりさちゃんが言うなんてさ、一番の理解者じゃん世の中で、うん、
話すはもうありがたいでしかない。嬉しい。あと笑っちゃった、あのトークとして普通に笑っちゃった。だからおかげさまでこっちはもう出演っていうことにさせていただきます。さて、間もなく着きます。間もなくですね。はい、全然わかんないですね。行ってきます。行ってきます。さあ、そろそろですわ。一応はこれは蔵前です。蔵前っていうね、はい、なんかお浅草の方でしょ。そうです。はい、本日行くところはこちらです。カフェこちら、読んでください。あ、サウナだ。そうです。はい、今日こちらで楽しみたいと思います。サウナってことですね。そうです。やったー、プライベートサウナです。はい、やったサクサクしたやつ。うん、すごい。使ってるパインもあれなんか。サウナどうだった？最高よ。よかった。マジで。嬉しかった。楽しかった。うん。美味しい。そうそう、ここまで、ここまで全部いったらいい。うん。うん。美味しい。書いてあるんじゃない？あ、書いてある、いっぱい。パッションフルーツじゃない？パッションフルーツ？うん。ファイナルアンサーですか？ファイナルアンサー。パッションソース。あ、やっぱりやった。このゼリーはじゃあ何？レモングラスジュレだ。レモンだ。うん。お、そう。うん。このナッツ。サブレだ。ココナッツサブレ。うん。ココナッツサブレなんだ。大好きココナッツサブレ。てかこのパイナップルが甘い。うまいね、これ。いろんな甘いのがあるのに、このパイナップルの味がちゃんと甘い。美味しいね。うん、これはヨーグルト。うん。ヨーグルトのアイス美味しい。めっちゃうまいね。さっぱりだから結構私これ結構好きかも。ね。甘くないですか？甘ったるの甘すぎじゃないもん。1個ちょうどいいね。ご飯も食べるしね、今日。うん、いやー、本当に最高でした。やったー。僕のね、好きなサウナに休みの日に一緒に行ってくれるっていうことがすごい嬉しかったかな。ゆっくりこう休められるかなと思って、体をリラックスしました。あとやっぱ安武さんが大好きだから。うん、安武さんが大好きだからっていうのはリサちゃんがここのことってことかしら。それはもちろんですけれども。もちろんなんかい。それそうでしょ。どういうこと？違うわって言われるのかと思って。嫌いじゃないですか。嫌いではないけど。どっちでもいいわい。最高だったので。よかった。そんな新垣さんに。ん？どこに行くの？ドキドキワクワク。なんとかかんとか行き先は。教えないデートパート2。何？いや、ちょっと何、どういうこと？すごい楽しかったから。うん、今から普通にご飯食べて帰る。そうそうそうって思ってたんだけど、うん、ちょっと思いついてしまって、実は新垣さんがきっと会いたいであろう人とアポが取れたので。どういうこと？その人に会いに行きたいと思います。何？やったー。さあ、ご飯食べに行くとき誰か誘ったりして行くこと多いじゃん。うちら多い、結構多い、うん、って時に、あ、
この人そういうの誘えるな今日と思って聞いたらスケジュール的にも OK だったんで、今からそこに会いに行って一緒にご飯食べたいと思います。行き先も教えません。何これ、急に思いついたので。すごいね。急遽ですが、なんだろう、楽しみ。ちょっと今から迎えたいと思います。ドキドキワクワクしてますか？ドキドキワクワク、ハテナがいっぱい。そうだ。それです、今から迎えましょう。レッツゴー。はい、ということで、どこでしょう、ここは。表参道だよね。表参道です。私たちの、no。 この先にその方が待ってるし、まだわかんないですか。ちょっと行ってみましょう。はい、ということで。はい、いやびっくりよ。会いたかった人でしょ。まさか今日会えるとは思わなかったからね。そうなんですよ、うん、ちょっと今、はい、仕事でこっちの東京の方に来てるんで、うん、会えるかなって言ったら、うん、いいよって言ってくれたんで、ありがとうございます。はい、実は初めてなんですよ、はい、ちょっとあの映るのはね NG っていうことなんで、会いに来ることができました。はい、この方です。はい、妹さん。はい、はじめましてすごい。そうなんですよ、嬉しい。この後だから、うん、みんなでご飯行きましょう。うん、行きましょう。はい、ということで、はい、僕の妹に初めて会うという会でございました。普段ねお仕事でなかなか東京いなくて、住んでるのも東京じゃないから、うん、で結婚式もね、実は結婚式であったんじゃないのってね思われるかもしれないけど、ちょっと体調がね崩しちゃって会うことができなかったから初めてです。そんな感じで、はい、僕の妹と、はい、初めてのご対面でした。うん、ありがとう。はい、ということで今僕の妹と会ってからみんなで一緒にねご飯を食べてきました。はい、どうでした？雨が入っちゃった。いいかって言ってましたけど、いいか。もう一回使ってください。いいか。どうでした？いい人。あの本当に穏やかで、うん、めちゃくちゃ優しくて、うん、もう話しやすくて、うん、全てがもうなんかした空間の中にいる方って感じだ。僕からは想像できない。なんか安武さんって結構さ、うん、安武さんもすごく優しいんだけど、うん、優しさも雰囲気が違うというか、うん、安武さんはチェキチェキしてて言いたいこともバンバン言うけど優しいじゃん、うん、実は優しいって感じ。まあでも安武もその無理してるからね、本来は本当に穏やかで優しいってオーラが、優しさの塊み、結構いろんな話したじゃん。いろんな話したねえ、うん、感動してたもんね、ひなちゃん。泣きそうになった、本当に泣きかけてたよね。家族の縁に対してのね、うん、思いみたいな話をちょっとしてた時にすごい優しいね話をしてたね。吉武さんもなんか今日はさ運転あるからさお酒飲めなかったけどさ、うん、いや本当お酒飲んで話したいわって言ってたぐらいなんかちょっとギュンってなってた。でまあリサちゃんによって俺が変わったところが一番大きいと思うけどね。うん、それでだって妹と話すのもさ、うん、2人でご飯最後に外食ちゃんとしたのいつだっけ。じゃあ一緒にお酒は飲んでないってこと？2人で一緒に酒飲んでないわ。うわーこれ飲みなよ2人で。飲んでみようかな。2人で行ってみようかなとか思ったことなかったからさ、まあでもそうやって変わったんだと思います。僕もリサちゃんと結婚したことによって家族でね過ごす時間は大事だよね、うん、やっぱり。そう、それを教えてもらったからね新垣家に。いやいやいや本当にでもあったかい、本当にあったかかった今日も。なんかあの時間をやっぱり限られてる時間じゃん。それこそ妹さんも近くに住んでなかったりとかさ、うん、まあね、じゃあ何回会えるんだろうあとってなった時にさ、まあね、そうだね、ってなった時にやっぱ会える時に会わないとなとは思う。うん、そうね、みんなルビさんもそうだし、うちの親もそうだけど、うん、会える時に会わないと多分あの時会えたのになって後悔すると思うし、私たち結構恵まれてるじゃん、うん、実家が東京と神奈川でしょ。そうだね、だからやっぱ会いに行こうって。そうだね、まあ今も行ってるけどね。そう、今は会いに行ってる方だと思うけど、うん、もっとそうだね、大事にしてもいいんじゃない
かなって改めて思った。そうだね、みんなで、みんなで、家族全員で、みんなで会ったりとかさ、家族みんなで旅行とか行ったりしたいね。したい。その時間ってかけがえがないよ、本当に。旅行嫌いだったんだから俺もともと。家族みんなで旅行って多分私泣いちゃうかも。このみんなで来れたのっていうことが、行けたっていうことによって。そんな幸せなことある？超楽しそう。なんかコンドミニアムとかさ、撮ってさ、コンドミニアム、みんなで夜はあそこのキッチン、オープンキッチンでなんかやってわちゃわちゃ、楽しそうだな。なんかそういう時間も作っていきましょう。絶対作りたい。それ私の一個の夢かな、大きな。そうだね、大きな夢だと思う、これって、うん、みんなの予定を合わせるって結構難しいからね。まあね、めちゃくちゃ忙しいし、みんな、うん、ちょっと思うの形で、ありがとう今日サプライズ。そうね、うん、楽しかったね、みんなでご飯食べて。楽しすぎた。また行きましょうよ。また行きましょうね。ということで今日はなんか私から始まったこのワクワクドキドキハテネがいっぱいとか言ってたくせに、はい、最後こんな感動、なんかこれ胸いっぱい今っていう感じで終われるとは思ってなかったので、うん、すっごい幸せな時間をありがとう。とんでもない、こちらこそ。また行きましょうね。もう一押しで泣きそうですもんね。そうですよ、やめてください、もう切りますね。ということで皆様、本日はこんな感じのハッピーサプライズ動画まさかの、ね、お届けいたしました。はい、最後までご覧いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。します。また次の動画でお会いしましょう。新垣美里、安武でした。またね。またね。おまけのちょびたん。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。編集終わりの新垣です。はい、今回はまさかの思わぬサプライズで私はすごく嬉しかったんですけれども、お互いにドキドキワクワクハテナがいっぱいデートをしてきました。いかがだったでしょうか。いつも見てくださり本当にありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。